エロ本さ。そっから行くんですか。意味が分からない。まあ、徹底的に破壊されてますね。どうなの、車でここまで来れますかね。まあ、昔はここまで来れたのかもしれませんけど。で、行きますかね。ん？家がレストラン。はい。こんなに巨大なものは前例がない。来てよかったですね。大好きなホテルですよちょっと妹さんが来れないのは残念でしたけどね、誰か入ってんじゃねえこの本なんか。すごいガラスが全部割れてる。ここまで来ると計画の待機ですね。あ、さっきの駐車場に車が来た。まあ、夜になったら片っ端回りましょう
うわこうなってたんだ、すっげえ。ここはやっぱジャンプでしょうか。マリオみたいにヨーンボヨーンってなんで崩れたんですかね、これは。これとりあえずスマートフォン落としたら最悪。結構落としたね。ん？やばいですね。え、もう無理でしょ。これ本当1時間ぐらいかけて、1、2時間かけてじっくり回りましょうかね。トイレ発見。なんか悲しい声がするね。また誰か入ってるわとか。7階建てで8階屋上か。これエスカレーターっすよね。そうですね。なんでこんなになってるのかわかんないですけど、ちょっと出ますかね。車でちょっと裏回ってで軽井沢大橋行きます。大丈夫、ここは逃げないんで、またすぐ戻ってくるんで。日が長ければな、このまま突撃して7時までに軽井沢大橋行ってってなるんですけど。これはもう警察のおたけでしょうね、ここまで来ると。何やねんさっきから。水槽？元は魚がいたんですかね。非常階段かな。急っすね、しかも錆びてるし。途中手すりがなくなってますね。まあ手すりあってもそれ触りたくないですけどね。およそ3機右方向です。え、ナビが向こうから行けるかな。およそ 300m 先、右方向です。出たかったね、疲れた。これがさっきのエスカレーターですかね。
なんだか一周できそうですね。こっちはなんだ、休館的な感じなんですかね。絶対行けないっすもん。無理だね。ロープを投げて。あ、これ屋根上がれますよ。これ屋根上がれますよね。絶対登りたくない。落ちるでしょ、これ屋根乗ったら。本当に死ぬしがない。もう紅葉も綺麗だ。ここにも秘密のルートがある。行き止まりかな。こっちを通って駐車場に出られればいいんですけどね。戻るしかなさそうっすね。なんか急にみんなむせ出しましたね。空気が乾燥してるからですかね。中がなんか臭いんですかね。カビとか硫黄とかね。てよく見たこれ全部ティンクだ。水溜まってるし、もうちょっと新しければな。こういうところの金庫ってめちゃ高そうですね。
ここに神社ありますね。神社があります。夜景も綺麗そうですね。好きな女の子のこんなとこって絶対押し倒しますよね。いや、今のは冗談です。こんな汚いとこじゃそんな気分になりません。これ営業中だったら襲いますけど。どこですか？本当だ。すっげえ。まさにラピュタですね。でその時ロボットヘッドが出てくるんじゃないですか？うじゃうじゃと。金目のもんとか絶対ないな。
あ、バッテリーがない。ここ全体が見えますね。あ、しかも人も歩いてきた。さあ逃げますか。でもまさかパトカー来てないでしょう。もういい感じに道ができてるって